いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、最強ジュナイパーおすすめ攻略ボケのもね、紹介していきたいと思います。最強ジュナイパー始まってるということで、楽しんでいきましょう。というわけで今後もね、いろんなポケモン動画届けていくのでよろしくお願いいたします。では最強ジュナイパーおすすめポケモン、こちら、ストリンダー、ハラバリー、ミライトンがおすすめということで、各ポケモンについて説明していきます。まずはね、ストリンダー。こちら、タイプ相性で有利、甘えるやアシッドボムで、相手の攻撃や特防をね、下げられる。挑発で剣の前の発動を妨害できる。急所事故がない限り 100% 勝てる周回方法があるということで、こちらタイプ、毒電気タイプのレアストリンダー。最強のジュナイパーが使う、影縫い、ゴースト技以外の技に全て耐性があるという特徴があります。そして、ジュナイパーはね、後半能力上昇や能力加工を打ち消してこないっていう特徴があります。序盤にね、能力上昇、能力効果の打ち消しを1回ずつ使ってくるので、序盤はね、甘えるで攻撃を下げて受けるダメージを減らし、中盤以降はね、アシッドボムで特防を下げて大ダメージを狙うっていう風な戦い方ができます。で、挑発はテラレイドバトルのデバフ打ち消しの対象外なので、最強ジュナイパーが剣の前を使うのを妨害できます。ただしね、先読みで使わないと意味がないので、そこだけ注意していきましょう。で、おすすめ答え例としてはね、こちらとなります。特性はね、パンクロック、受ける音技の威力半減、音技使用時威力 1.3 倍。で、持ち物はね、貝殻の筒、攻撃技で与えたダメージの8分の1回復。で、テラスタイプは電気。努力値はね、BC252H4 となっております。で、技構成はね、オーバードライブ、甘える、アシッドボム、挑発がおすすめ。で、周回手順はね、甘えるをしてイケイケどんどん、挑発してオーバードライブ。で、瀕死になるまでアシッドボムを連打します。で、そこからね、電気テラスタル。で、一回死んで復活してから電気テラスタルしてオーバードライブ。で、相手が倒れるまでオーバードライブを連打。で、事故がない限りはね、周回可能となっております。で、貝殻の鈴に関して、こちらなんですけどね、発光してのデリバート防止で買うことができます。で、ストリンダー捕まえるのどこなのか、南6番エリアの山、洞窟山や、ベイクの空洞などに生息しております。で、エレズンから進化もできます。レベル30でストリンダーに進化します。で、ストリンダーはね、エレズンの時の性格で、ハイな姿、ローな姿の2種類に姿が分かれるが、どちらでもね、紹介した技構成は可能なので、まあ、どちらでも大丈夫です。で、オーバードライブ、こちらはね、技を思い出しで習得可能。アシッドボムも技を思い出しで習得可能。で、甘えるなんですけどね、技マシンマシンで最初から作れるので、作っておきましょう。素材としてはね、ルリリとね、ヒメグマということで、こちら。これはね、ちょっとサクッと活かしてもらいます。で、挑発もね、技を思い出し習得可能ということで、これで周回可能ということで頑張っていきましょう。で、事故要素について、ね、急所に技がね、急所に当たったり、サポート役にね、オリーバがいる。ちょっと注意です。で、オリーバについてね、こちら特性こぼれ種で、クラスフィールド状態になると、草技の威力が 1.3 倍になります。リーフブレードはね、草技なので、敵の火力も上がってしまうので、事故確率が増えちゃうので、ちょっとね、オリーブがいる時だけ気をつけてください。で、たまにね、2回攻撃してきます。ね。素のね、リーフブレードを高確率で2回耐えるんですけど、グラスフィールドで強化されると2回でやられてしまいます。なのでね、オリーブがね、サポートにいる場合は、まあ、正直やめた方が。ノラとかだと、目がかかるんであれなんですけど、一人で行ってて、サポートがね、CPU とかの時はもうリセットした方が良さそうかなと。では続きましてね、ハラバリーということで、フィーヤが決定したよ。こちらね、耐久力が高い足とボムを、パラボラチャージで周回可能です。テラスタイプ厳選がいらなくて、冷や水でサポートも可能ということで、防御にね、努力値を限界まで振れば、素の状態のリーフブレードをね、2.5 発耐えれます。急所に当たるとね、ダメージが 1.5 倍になるちょっと注意です。で、一回アシッドボムを使った後はね、パラボラチャージで攻撃したから回復できるので、電気スタル後はね、A 連打でも周回可能という風な特徴があります。で、ストリンダーはね、電気テラスタイプの個体を厳選する必要があるが、ハラバリはね、野生の個体はほとんど電気テラスタイプなので、テラスタイプをしてない個体、まあ、テラスタルか、テラスタルをしてない個体を捕まえれば厳選がいらないという風な特徴もあります。で、冷や水、相手の攻撃を 100% の確率で残回低下させる冷や水。これね、冷や水、アシッドボムなどはね、シールドを貫通できるので、マルチのサポーターでも強いので、押さえておきましょう。で、個体例としてはね、こちらです。持ち物はね、メトロノームです。同じ技を使い続けると、技威力上昇。で、特性はね、電気に変える。攻撃受けると充電状態になる。で、テラスタイプは電気。努力値は BC252H4。技構成はパラボラチャージ、アシッドボム。残り2つはね、自由枠となります。で、メトロノーム、こちらね、発光7のデリバートポーチで購入可能です。で、ハラバリーに関してはね、スピカを進化させるのがおすすめです。ズピカね、ズピカ。で、ズピカに雷石を使うと進化する。
で、そしてズピカジマイペースが腹バレージ、電気に変える。ね、特性静電気、湿り系、個体だと特性を変えるアイテムが必要になるのでちょっと気をつけてください。で、パラボラチャージ、こちらね、技遺伝で習得可能ということで、で、遺伝技の習得方法ね、こちら技をね、忘れさせて、覚えさせたい技の分だけね、枠開けときましょう。で、覚えさせたいポケモンにモノマネハーブを持たせて、覚えさせたい技を持ったポケモンと一緒にピクニックをすると OK です。で、パラボラチャージの習得方法、こちらなんですけどね、レベル25以上のデデンネ、ミライドなどが覚えております。で、デデンネはね、チャンプルタウン近くで出現するので、スカーレットの人はね、デデンネを捕まえて覚えさせましょう。で、モノマネハーブはね、こちら、カラフシティのデリバートポーチ、3万円で売ってます。アシッドボムに関してはね、スター弾、悪弾、すいません、悪組を倒すと、技マシンマシンで作れるようになります。素材としてはね、こちら、エレズントでウッパーということで、生息地ね、こちらとなります。ではね、最後にミライドン。こちらなんですけどね、ワンパン化のパラボラチャージで耐久戦もできるということで。充電、金属音。ね、当たった場合はイケイケどんどん、稲妻ドライブで最強ジュライパーをワンパン可能となっております。で、耐久戦もね、できます。腹張りのように、パラボラチャージで HP を回復しながら戦うこともできるということで、ジュライパーに向けてね、ミライドンマジでおすすめです。で、個体例としてはね、ノゾスプレー、音技使用時、特攻が1段階上がる。命中時のみ。あとはね、特性は、ハイドロエンジン。これはいいよね、特性は。で、テラスタイプはね、電気、努力値は BC252H4。技構成は稲妻ドライブ、金属音、充電。で、ノゾスプレーに関してはね、テーブルシティのデリバードポーチで2万円で購入可能です。ミライドンのね、入手方法、これなんですけどね、バイオレット限定でクリア後入手可能です。あとはね、エリアゼロの大きな水晶の近くにいる。まあ、ただしね、捕まえにくいのでちょっとね、気をつけていきましょう。で、稲妻ドライブに関して技を思い出して習得可能となっております。で、金属音も技を思い出して習得可能。充電に関しても技を思い出して習得可能ということで大丈夫です。では、まとめていきますと、ミライドンね、コライドン。この子たち強いんですけどね、最強シリーズだとね、結構目立ってきてね、使いにくいっていうポケモンだったんですけど、ついにね、ミライドンのみですけど、紹介できる日が来たということで、最強ジュライパーね、そこまで強くないです。だからぜひね、周回、今回ね、紹介したポケモン、参考にして周回していただけたら嬉しいかなと思います。では今後もね、ポケモン動画などたくさん届けていきたいと思います。あとはね、ジュライパーに関してはね、もう一本、ゲットしておくおすすめポイントみたいなね、動画上げていこうと思いますので、ジュライパーどうなんだろうみたいなね、気になってる人いたら、参考にしていただけたら嬉しいかなと思います。では今後もね、ポケモン動画、スカバイの動画もね、触れつついろんなね、ランキング動画とか、小ネタとか、ポケモンね、専用チャンネルとしていろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではでは。